なんじゃこりゃ！気をつけて！おお、ここに入り込むような物好きを見に来たのじゃが。あら、久しぶり。おお、ガキども、息災か。息災って誰がガキだ。そういうところがガキだっての。まあでもそもそも私らまだガキで間違ってないわよね。うん。変わらぬようだな。なんで笑ってるんだ。ランがバカだからでしょ。まあそれはたまに置いといて。置いとくの。どこの棚。私たち知り合いだったみたいね。覚えてないわけですが。覚えておらんじゃと。お呼びがないと思ってたけど。ならば話は一つ、これまでの関係を仕切り直させてもらう。再び我らを従えたければ、我ら三人に力を示せ！示せ！待て待て、お前も相変わらずせっかちじゃの。なんだラム？キャツラをよく見ろ。だいぶ前と違うようじゃぞ。前よりずいぶんあれかもね。あれって何？ランを見ればね、仕方ないのです。あれか。だから何？そうね、なら私たちの中から一人くらいがちょうどいいかしら。ふん、そうじゃな。どれ、わしらの中から一人選ぶがいい。選ぶって何？相変わらず察しの悪いやつじゃ。今のあんたたちだと、私たち3人相手は2が重いってことよ。だから、ご親切にどうも。さてと、じゃあだからって何？私と遊ぶ？ダイヤモンドダストで身も心も凍らせてあげるわよ。一気に寒くなってきたのです。あれかどうか試してみ。
それだ。今日はこんなところじゃろうな。ちょっとは楽しかったわよ。ずいぶんちっこくなっちまったな。ほっとけ、これから大きくなんだよ。ではまた会おう。またいつか会うとしようか。それじゃあね。あれ、これってガーデンジェム。いや、そこを聞いたんじゃないから。ああ、さっきのミラージュたちはジェム化していないので、彼らに属するミラージュをプレゼントしてくれたみたいなのです。なるほど、ちょっとだけ認めてくれたってことね。ネブラのミラージュは解放され、時に再び動き出す。じゃあバハムート軍の襲撃に備えて一旦コーネリアの町に戻ろう。入り口まで戻るのか。ナインウッズヒロミならすぐに戻れるのですよ。え？エリアのボスが消えた後なら、その場所にリターンゲートを作れるのです。ピンポンなのです。ここからナインウッズヒロに戻ってコーネリアの町に行けば、近道ショートカットってやつだな。え、それは近道をさらにショートカットするのですか。まさか近道そのものをショートカットなのです。いや、もうそれ近道じゃなくなってると思うよ。